はい、どうもこんにちは、AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、ちょっとですね、今日の企画の本題に入っていく前になんですけども、僕がですね、以前3ヶ月ちょっと前にアップロードした動画、こちらの動画があるんですけども、徹底比較デニムの縮みリーバイスの501リジットジーンズってやつなんですけども、こちらはですね、再生回数が1万回超えました。ありがとうございます。で、1万回超えたらちょっとね、作ってみようかなと思ってたデニムに関する動画のネタが2つあるんでね、それをね、今日明日と連続でやっていこうかなと思っております。はい、で、今日なんですけども、前回のこの動画ではここにですね、全く同じジーンズがあります。こちらはね、まっさらな新品、まだね、糊がついてて洗ったら縮むやつなんですけども、で、こちらはその状態から1年半履き込んだ後に洗濯して縮ましてるやつなんですけども、平置きにした状態でメジャーで測ってどのぐらい縮みますよっていうのをね、お伝えする、そんな動画やったんですけど、今日はですね、実際に僕が履きましてですね、そのシルエット履き比べをね、お見せしようかなと思っております。よろしくお願いいたします。さあ、行くぞ。はい、簡単にね、おさらいしておきます。こちらですね、リーバイスの501カスタマイズドテーパードっていう商品になってます。3年ちょっと前ぐらいの商品だったと思うんですけども、で、表記サイズウエスト33インチ、レングスが34インチになってます。実寸測るとウエストサイズが縮んでない方90センチ、こちらが86センチ、4センチ縮んでます。長さの方ですね、 86.5センチ、 80センチと 6.5 センチ縮んでると。そのね、4センチ 6.5 センチっていう縮みは、まあ、数字で見るよりね、履いたら全然違うんで、そこをね、今日ね、お見せしていきます。まずですね、この縮んでない方からね、履いていきましょう。洗ったら縮むことを考えて大きめに買ってますと。拳を縦にして入る感じで、これでもまだ余裕がある感じなんですよ。もうちょっと入ります。長さなんですけど、これ靴履いてるんでね、シワがだいぶ寄ってるんで、あんま分かんないと思いますけど、靴脱いだらだいぶ長いです。脱いだらこんな感じですね。ロールアップしててもこれなんで、だいぶ長いです。はい、ではね、これが縮んだらどうなるのかっていうのをね、履いていきます。はい、こんな感じですね。で、僕の場合ですね、このジーンズに関してはさっきより4センチ縮んでますけども、拳が縦で入ります。もともとちょっとやっぱ大きめで履くのが好きなので、こう腰でしっかり履ける感じですね。ウエストで履かないので、なので縮む前の状態ではだいぶね、大きい感じで買ってますかね。あれはあれででもね、好きなんですよ、あのシルエットが。で、長さをね、見ていきましょう。ちょっと靴脱ぎます。長さはですね、まあ、6.5 センチ縮んでるんで、さすがにそれぐらい縮むとまあ大きいです。さっきと多分全然違うと思うんですけど、このぐらいだとね、全然手に負えちゃいますね。はい、お疲れ様でした。僕はですね、もう何度もね、このぐらいのサイズ感で濃いジーンズをね、買って履いてきました。で、僕はこの色気に入って買うことが多いので、洗わずにですね、縮まさずにこのまま履くんですけども、できるだけこう色落ちせずに綺麗なままの方が僕は好きなんですね。で、まあ、履き込んでですね、洗って縮まして、これぐらいの表情になったやつも、まあ、これもこれでね、あればいいと思ってるし、この501に関しては確か定価がですね、1万6000円ぐらいだったと思うんですけども、糊がついてるね、リジットジーンズっていうのはだいたい1万円後半ぐらいすると思うんですけども、皆さんやっぱね、失敗されたくないと思うんですよね、買い物に。僕もですね、やっぱり本当分かんない時ですね、一番最初1本目縮むジーンズ買った時はちょっと不安があったので、僕の前回の動画と今回の動画が皆さんのね、ジーンズ選びの役に立てば嬉しいなと思います。はい、最後ね、次回予告やっておきます。明日もですね、連続でデニムに関する動画を出していこうと思っております。で、僕はですね、だいたい約19年間ぐらいジーンズをずっとね、販売してきてました。
で、お客様とですね接するときに、前がボタンになってるんで、ボタンフライジーンズを敬遠される方、嫌がる人がまあまあ多いんですよ。難しいとかね、時間かかるとかってあるんですけど、これも僕以前ですね、ボタンフライ簡単だよっていう動画をね出したことあるんですけども、明日の動画ではですね、前がボタンのボタンフライジーンズと、前がねジップになってるジッパーフライっていうジーンズ、脱ぎ履きするのにどれぐらい時間がかかるのかっていうのを、ここにあるストップウォッチを使って僕がちょっとねやってお見せしてみようかなと思ってます。よかったら明日の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、それでは本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。ました。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネルよろしく。